ファイルとフォルダーをクリックします。素材を選択します。キーボードの Shift キーを押しながら選択すると、複数のファイルを選択できます。ファイルを選択後、開くをクリックします。ファイル、フォルダーから素材の取り込みができました。